大石あきこ君。はい、お願いします。令和新選組の大石あきこです。今回一般職給与法についてご質問します。私は一般職給与法で、国家公務員のボーナスを引き下げること、賃下げすることはやってはいけないと思っています。本日の委員会を、で各委員の質疑を聞いていまして、改めて国家公務員の今置かれている状況が非常に危機的だなと、そのように改めて浮かび上がったと思っています。国家公務員の総合職の、採用申し込みが過去最低になっていると、前年度で 14.5% 減、5年連続で、そして過去最少になっているということ、そして若手の男性職員の調査では、7人に1人の国家公務員が辞める意向を示していると、非常に危機的な状況だなということが、今回の委員の質疑の中でも明らかになっていると思うんです。だからこの状況は絶対に変えなければいけないと思っています。変えなければいけないと思ってるんですけども、やはりこの質疑で明らかになっても、委員の多くの方は賛成されてしまうんでしょうか。一緒に賛成していただけないかなって思うんです。自民党の委員の方でも、サービス残業に自ら公務員だったから苦しんでたっていうお話があって、非常に聞きがいがありました。300時間超えの残業ですとか、タコ部屋の話とか、時給100円ぐらいなっとるやないかっていう、まあ、そういう話、聞きがいがあったんです。私も地方公務員ですけども、公務員でしたから。だけれども、笑いが起きたりとか、まあ、これで賛成してしまうなら、結局は武勇伝の披露になっちゃいますよね。そして、質問の通告が早めにするとか、そういうことで、拍手が起きたり、まあ、野党への嫌味なのか分かりませんけれども、やはり国家公務員の方が非常に苦しい状況の中で働いているということに寄り添うならば、やはりここは武勇伝、ポジショントークではなくて、一緒に反対してほしいなって思います。そして、維新の委員の方の質疑で、非常にちょっとご自分を見直してほしいなって思うところがありました。人事改革の件で、霞が関がブラックだとか、だから人材流出してるんだ、いや、その通りなんですけども、で、実態把握することだ、そのようなことをおっしゃってます。ところがですね、このように公務員の職場を散々ブラックにしてきたのは誰なんでしょうか。大阪においても教員をはじめ、人材流出は止まりません。そしてダブルケアラーの25万人いらっしゃるっていうこともおっしゃってて、非常にそれは深刻な社会問題です。でもこれって非正規雇用を推進してきたからではないですか。維新の方推進されてませんか。ご静粛にお願いします。はい、ご静粛にお願いします。そして維新の委員の方、人材の流動化をさらに言ってます。リボルビングドアっていう、結局これ、霞が関の人材をさらに流出されるようなプランを提案されるっていうのはおかしいんじゃないですか、そのように思いました。ですから、このような状況の中で、みんなが今分かってる国家公務員の状況をどうしたらいいの、もっと人材増やさなきゃいけないし、お給料、今の仕事に見合わせたものにしていかなきゃいけない、それは今日の質疑の中でも、多分全員が分かったことなんです。でも結局は公務員は改革は進んでない、効率が悪いとかいう、他にちょっとずれたような話の中で、結局、このボーナス賃下げ、引き下げを賛成されるとしたら非常に残念だと思います。二之湯大臣にお聞きしたいんですけれども、今回の質疑で明らかになった国家公務員の人員がすごく足りない、お給料が見合っていないということ、今回明らかになっているわけですけれども、そのままボーナス賃下げして、やりがいを持って、集中して国家公務員が仕事に取り組むと思われますか。今日何回か答弁でそうおっしゃってたけど、本当にそう思いますか。お答えください。二之湯大臣。国家公務員の給与はですね、あくまでもこの民間の給与ベースに順次でですね、まあ、決められているわけでございますから、極端に国家公務員の給与は低いとは私はそのように思いません。そしてですね、あくまでも
この人事院勧告の尊重ということは、政府の大きな方針でございます。ただ、国家公務員の数が多いのか少ないのかということはですね、ずっと長年、日本の政府の行政改革というのもありましたから、ただ、いろんなこれから問題が起きてまいりますから、これはですね、その都度適正な配置というか、数はですね、確保していかなければならないと、このように思っております。大石君。はい、最後に、人事院勧告に従わなければならないっておっしゃってるんですけども、でも過去でいうと、必ずしもそうではないんです。過去にここ数十年は確かに勧告通りのように国会決定がなってるんですけれども、過去には1980年代などで、勧告よりも低い改定率で国会決定を行っている例もあります。このように人事院勧告に 100% 従っているわけではないので、人事院勧告だけが根拠にはならないと思うんですね。そして100年に一度のコロナの大不況という状況ですから、そのようなことをおっしゃらずに、本当に問題が解決できるようなことを、国としても、各国会議員としてもやっていきましょう。これで質問を終わります。ありがとうございました。これにて各案に対する質疑は終局いたしました。これより各案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、